テンスイ格闘技 TV テンスイ始まりました。マスボリカです。タイガーです。皆さんご機嫌、うるわしゅうくまくんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで本日のテーマをお願いいたします。はい、井上尚弥 VS スティーブン・フルトン勝敗予想。はい、というわけでボクシングですよ。はい、うん、やってまいりました。井上尚弥選手の試合です、うん、はい、これはね、あの格闘技 TV 天水、割と MMA がメインでね、ライジンとかがメインで、うん、まあ、結構生配信とか、あと分析とかやってるんですけど、そうだよね。だけど格闘技 TV 天水というぐらいなんで、うん、このやっぱ井上尚弥選手を取り上げないわけにはいかないと。そう、ね、なるほど、はい、うん、なので今回は井上尚弥選手のスーパーバンタム級の、この一戦をね、ちょっとお届けしていこうかなと思います、はい、うん。で、そもそもこのスティーブン・フルトンっていう選手と戦うんですけども、うんうんうん、スティーブン・フルトンはご存知ですか？まあ、あのすごい強い選手だというのは知ってますよ、うん、はい、はい、あれ哺乳瓶とかこう消毒するやつですよね。それミルトンです。おー、よく出たね。はい、違います。違います。はい、スティーブン・ミルトンじゃないんです。はい、なんスティーブン・フルトン選手。調子狂っちゃってる。やってないから、ね、あ、まあ、でもボケてくれすぎないで。そうか、基本俺ボケでやってるから、ね。そうね、確かに。もっとボケるやつ、ね、大ボケ来ちゃってるわけ、うん。はい、というわけで、うん、スティーブン・ミルトン選手じゃなくてスティーブン・ミルトン選手、ミルトン選手なんですけども、うん、まあ多分もうほとんどでも本当に知らないよね。マジで知らない、うん。はい、なのでスティーブン・フルトン選手とのね、この一戦っていうのがどういう意味合いがあるのかっていうところもね、うん、ちょっと説明していきたいなと思うんですけども、ね、うん、はい、そもそも井上尚弥選手、うん、バンタム級ってところの4団体統一王者になったっていうところまでは知ってますか？うん、それは知ってます、うん、はい、はい、そう、4団体統一して、うん、でもう全部のベルト取ったんですよ、うん、WBO とか WBC、うん、WBA とか、うん、そういうの全部4団体統一しました、うん、したと、はい、はい、でじゃあ今度どうしようかって言ったら、うん、もうそこで防衛してりゃいいのに、うん、もう次上も取りに行くよって言って、上、あ、階級が上ってこと、階級、そうそう、階級上も取りに行くよって言って、うん、欲しがり屋さんだね、うん、そう、あの人のものをどんどん奪っていくやつが、ね、なるほどね。その上を取りに行こうというところで、このスーパーバンタム級っていうのが、この次の井上尚弥選手の新しい舞台になってくるんですけど、なるほどね。で、そこの選手と次じゃあ誰と戦うのってなった時に、なんと WBC、WBO っていうところのスーパーバンタム級王者になってる現王者といきなり戦うっていう、あ、もういきなしなの？そうなんだ。だこのスーパーバンタム級でのデビュー戦なんですよ。がいきなり2団体統一王者と戦うってこと、そんなすごいことですよ。すごいね、飛び級も飛び級じゃん。そう、そうなんですよ。だから4つのうち2個持ってるやつともういきなり戦っちゃうっていう、うん、いいね。そうだから勝っちゃったらいきなり2個取っちゃうんですよ。そう、一戦だよ、一戦で。やばいよね、チートみたいだよ。だからまあそれだけやっぱりバンタム級での活躍がまあ世界的に評価されてるってことですよね。そうなんですよ ね、 だからストラックアウトでもさ2枚抜きとかあったけどさ、うん、そんぐらいの結構チートの感じなんで、それはちょいちょい起きるだろう、うん、そうだしね、9団体あるし。うん、全然例えとしてはもう大間違いだけど、そう、うん、なんですけどもまとめんじゃないよ、うん、はい、まあ、でもすごいことだってことね。そう、うんうんうん、で、まあ、井上尚弥選手だったら、うん、まあ、このここにも書いてあるんですけど、うん、PFP ランキング最高ランキング1位って取ったりとか、うんうん、アメリカの雑誌でだよ、日本での PFP ランキングじゃなくて、そう、アメリカの権威ある雑誌の中で1位取ったりだよ、うん、とか、これ初めてなんでしょうっけね、日本人としてはね。そうだね、で、世界最速飛び級2階級制覇とか、うん、すごいよね。そんなんもうしちゃってんのっていう、うん、で、日本最速3階級制覇、日本男子最短世界王座獲得とかね、うん、もうなんと伝説なんですよ、もはや、うん、これ今もう歴史を見てる感じですね。そうですね、もうまさにあの井上選手の後に道ができるって感じですね。なるほどね、まさに、うん、っていう井上尚弥が、うん、まあ次行っても楽勝だろうと、うん、いうのを多分みんな思ってると思うんですよ、はい、勝敗予想とか言ったって、はい、うん、もうどうせ井上尚弥勝つんだから見る意味ねえだろうって、うん、多分全員思ってると思うんですけど、はい、そうなんですか、うん、だけどこのスティーブン・フルトンっていうのはマジでバケモンっていう、うんうん、そうなんだ。そうなんで、多分井上尚弥選手のキャリア史上最も強いと言われてる、そう、あ、そ、もうそんななの、対戦相手になってくる、うん、いや、それちょっと楽しみですね、うん、はい、で、このスティーブン・フルトン選手は、うん、アメリカの超有名ファイターでして、うん、で21戦21勝 8KO 無敗ってことなんですよ。お、すごいね。そう、井上尚弥選手も無敗なんですけど、フルトン選手も無敗なんですよ。無敗かける無敗みたいな。そう、すごいね。すげえ無敗ってことです。超無敗、超無敗で。そうで、
しかもこのスティーブ・フルトン選手、まあその井上選手無敗っていう話をしたんですけど、実は無敗キラーでもあって、無敗の世界チャンピオンを2人倒してるんですよ。あ、そんなのまであるの？すでに。それってすごくない？すごいね。だからなんかこうズルしてこうバッて世界チャンピオンになったわけじゃなくて、本当に無敗のチャンピオンってもう負けてないわけだから、そうだよね。そいつらを倒して2団体統一してるっていう。すごいな。やばいよね。だからていうかもうスーパーバンタム級の元の王者たちはやばいメンツだったってことですね。そういうことだね。無敗のやつばっかりチャンピオンだったんですよ。そうなんですよ、ね、そうで、まあこのスーパーバンタム級っていうところで、まあ一応ね、チャンピオン実は2人しかいないんですよ、もう2つも、1人の人が持ってるんで、スーパーバンタム級に2人しかいないんですけど、なるほどね。だからスーパーバンタム級で、まあこの PFP のランキングだと1位取ったりとかしてるのは スティーブ・フルトンということで、もう本当に頂点の、ね、スーパーバンタム頂点の対戦相手といきなり、戦うっていうところ。なるほど、いうところなんですよ。ちょっともう今の段階で面白いです、ね、面白そうですよね。そうだからもう井上選手とこんな選手と戦ったことないから、その時点ですでにやばい、なるほどね。もうじゃあ挑戦なんだ今回かなり。そうなんですよ。なるほど。でそのまあ勝ってるすごい選手ってのは どんな選手ですか、具体的には。こう、はい、アメリカの選手なんですけど、フィラデルフィアのスラムで生まれて、で結構ねあの激しい家庭環境で、あ、じゃあ生い立ちは結構その難ありみたいな。そうなんですよ、刑務所にいたお父さんが、帰ってきて、でボクシングを始めるっていうところ。なるほどね。ですね、はいはい。まあ、その時点でだいぶ、しかも12歳ぐらいから始めてるんですけど、ちょっとなんかロッキーの続編のクリードってあるんですけど、あれもそんな感じですから、あの出所してきたとか、施設だった子が成長していくみたいな話なんで、結構似てるかもね、生い立ち的に。そうだ、そんなところからこんなチャンピオンになってんだ、ね、すごいね。その時点でもまずすごいし、じゃあ結構じゃあ人間的にも難ありなんじゃないですか。いや、それがですね、スティーブ・フルトン選手はとてもいい人という噂、そんなもんじゃねえ。薄いの、いきなりもう浅瀬でピチャピチャだったよ。何すごいいい人、知らない人間性。戦ってるとこしか見たことない、まあなおね。まあだからまあそういうことだ。別にじゃあやんちゃな感じではないんだ。うん、でもなんかそういうなんか過酷なさ、その、何、生い立ちみたいなのも、もうなんか今となっては感謝してますみたいなさ、そうなんだ、ふうに思ってるらしいですよね。すごいね。しかもだって、まあお父さんもそうなんだったんだけど、お母さんもなんかコカイン中毒で、で、スティーブ・フルトン選手が、あのお腹の中にいるときにそれをやっちゃって、で生まれたときにそれが原因かどうかわからないんだけど、背中になんか穴が開いちゃってた、何それ、ちょっと奇形みたいなことなっちゃったらしくて、ね、先天性みたいな、そう、でそういうところもほんとこう上半身こう裸になるのも本当に嫌になれちゃうぐらい、こうトラウマだったんだけど、そういうところも克服して、で今はなおこうやって戦い続けてるっていう。すごい、ね、じゃあちょっと押せるじゃん、なんか押せる選手。そうなんかその生い立ちだけでもさ、映画作れるよねっていう。いやもう本当に映画みたいよ。そう、しかもどこ、フィラデルフィアって言ったでしょ、だロッキーの舞台だからね。おお、じゃあリアルロッキー、リアルロッキーみたいな人で。確かに。そっか、すごいね。そうなるほど。それがじゃあもう相まみえるって感じなんだ。そうなんですよね。はい。というわけでじゃあレーダーチャート出していこうと思います。せーの。はい。っていうことで。すげえ、どっちもすげえな。同じっていうことになります。数値？はい。なんかもう特徴が出ないね、でかすぎて。どっちもレーダーチャートがでかすぎて。はいはい、あんま尖ってる感じじゃないじゃないですか、どっちもでかくて、ね。すごいね。そうだね。同じなんてことあんだ。はい。で、まあ、こうスティーブン・フルトン選手はもうスーパーバンタム級のトップなんで、まあ、損害の数値がついていいし、まあ、井上尚弥選手はね、まあ、スーパーバンタム級初挑戦なんで、まあ、今回の差になってくんじゃないかなというところ。なるほどね。はい、これ、井上尚弥選手もスーパーバンタム級としてのレーダーチャート、そうですね。予想してこんな感じかなと。はい。もういきなしすげえじゃん、なんか。そう。チートだな本当に。はい。でスティーブン・フルトン選手の、まあ、特徴として、まあ、この長いリーチ、まあ、169cm と、まあ、身長差は 4cm しかないんですが、リーチ差が 8cm あると。そう、これだいぶ差ありますよねきっとね。長いね、ボクシングでのこのリーチ差って相当あれなんじゃないか、アドバンテージありますよね、そうだね、同時に出したら絶対スティーブ・フルトが当たると先に当たるってことだもんね、そっかそっか、一斉のせいで出して同じスピードだったとしたら、その時点でマジで不利だからね。そうだよね。そうだね、そう、やっぱこれやっぱ階級変えたから、やっぱこれだけリーチある選手とか、そういうこと、自分よりでかい人とやっぱどんどん戦わなきゃいけない感じにはなってますもんね。そうなんですよね、どんどん大きくなってくると、ね、で、まあ、戦い方的にはこのリーチをかなり生かした戦い方、とにかくポイントゲッターなんですよ。なるほどね。なるほどね。その辺がうまくて、でポイントを取ってポイントを取って、まあ、KO ファイターというよりは本当にポイントを取って勝っていくような選手。なるほど。確かに 8KO だからね、 KO 率としては少ないもんね、そうだね、
そういう意味では井上選手の方が、まあ、KO ファイター的な感じはあるのかなっていう、うん、なるほどね、はい、結構硬い試合運びなんですか、ルトン選手は。そうだね、うん、めちゃめちゃ試合運びとしてはもう本当にクリンチも使っちゃうぐらい、うんうんうん、クリンチガンガン使ったりとか、何としても勝つっていうことを本当に12ラウンドやりきるっていう感じの戦い方をしていくので、で、構えとしては L 字ガードつってさ、うん、はいはいはい、メイウェザーがよくやってる、うんうん、あの黒人ファイター結構多い特徴なんですけど、そこからこうバンチョン飛ばしていくような、あ、こっちなんだ、なるほどね、そうそうそう、どこが L か分かってないです、うん、俺もどこが L なんだろうこうなのか、あと大文字なのか小文字なのかみたいな、小文字の場合はないだろうちょっとこうなってちょっとこうなってどうやって戦うの、ガードじゃないもんだから大文字の方で、ね、やらせていただいてるんですけど、はいはい、で L 字ガードを使いながら、うん、でアタック感もものすごくある、うん、それで L 字ガードでパンパンパン当てていくし、なるほど、ね、でディフェンス力もめちゃめちゃ高いんですよ、うん、本当に当たらないし、当たりそうになればクリンチするし、うんうんうん、だから、まあ、どうやっても、まあ、リーチもあるから、うん、もう遠いしからパンチも当たらない、うんうん、詰めていったらクリンチされる、うん、で、まあ、遠い間合いでじゃあ今度離れて戦おうと思ったらパンチパン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 当たっちゃうみたいな、うん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 、隙ないじゃんみたいな、ね、どうやって勝つのじゃ、ね、そう逆になんかどんどん不安になっちゃいますよね、うんうん、そうなんですよ、だからもう本当にだから勝ち筋が本当にこう技術的に見ていくと、うん、ないよねって言われてるのが本当にこうフルトン選手、フルトンが有利って言われてる、あ、なるほど、ね、やっぱ有利って言われてるのね、そう、うん、まあ全然だからもうガタイも違うしね、うんうん、で井上選手は本当下から上げてるような選手になってくるから、そっか、そういう意味ではもう全然ちょっと体格的にまず本当に無理なんじゃないかっていうところと、うんうん、あとも相性的にもやっぱ井上選手はやっぱ詰めて戦わなきゃいけないけど、うん、ステーブルフルトはやっぱ入れさせないし、うん、入ってきたらクリンチするしみたいな感じで言われてるので、なるほどね、厳しいよねっていう、うん、言われてます、なるほど、ってことはあれですか、フルトン選手勝利予想、はい、と思うじゃないですか、はい、これテンスの予想は、はい、井上選手楽勝勝利です、楽勝マジで、だっておかしいじゃん、6勝勝利でこのポイント差っておかしくない、今までのなんか5分10分は何だったのかっていうぐらいこう持ち上げてたけど、楽勝なの、楽勝、楽勝だと思う、楽勝っていうのはマジ、え、どういうこと、 KO で勝っちゃうみたいなこと、 KO も全然ありえるんじゃないかなと思っていて、見解はそのあれは何、うん、でまあスティーブ・フルトン選手スーパーバンタム級ではもう間違いなくトップクラスに強い選手なんですけど、うんうん、だけど俺は井上尚弥が強すぎるなと思っていて、あ、そういうこと、うん、ただ相ま見えてなかっただけでもうレベチってこと、そうなんですよね、だそう、ね、フルトン選手このフィギュア選手っていうのと、うん、タイトルマッチで戦ってるんですけど、うん、はいはい、まあ、フィギュアとかと井上尚弥選手とかって比べていくと、うん、まあ、フィギュアにかなりスティーブ・フルトン苦戦してるんですよ割と、うんうん、まあ、まあ被弾もしてるし、うん、はいはいはい、で結構もつれるような展開も割と多くて、うん、まあ、勝ちはしたけどっていうところではあって、うんうん、フィギュアの、まあ、レベルとか見ていったときに、うん、じゃあ井上尚弥とどうなのかって言ったら、うん、俺はもうちょっと比較にならないなと思ってて、あ、なるほど、ね、そんなに差あります、うん、へえ、ちょっとやっぱ井上尚弥選手の、うん、なんかこう仕上がりって、うんうんうん、俺は見たことないんですよ本当レベルとして、なるほどね、正直言っていろんなこう日本人ファイター山中慎介選手とか長谷川選手とか、うんうん、強い選手いっぱいいますからね、すごい選手たくさんいたし、うん、学生松とかね、うん、いましたけども福士健陽子選手が、ね、時代がね、時代がね、うん、いたんだけど、うん、やっぱりねちょっと違う、全然もう物が違う、あ、そうなんだ、そう、もう見たことないレベル、見たことないレベル、うん、で多分スティーブ・フルトンも、うん、まあだからそうやってロジック的に考えていくと、うん、まあ、勝てるなっていうのは多分あると思うから、うん、まあ、井上尚弥は俺と戦ってびっくりするだろうみたいな、うん、なるほどね、感じで言ってるんだけど、ね、うん、でもそれは多分ビッグマウスじゃなくて、うん、まあ、普通に考えたらそうなんですよ、なるほど、うん、そうか、自分の階級ではそうだったわけだもんね、そうだね、なるほど、確かに、だし、まあ、今回のリーチでってなったら、うん、まあ、そう勝ち筋しか見えてないと思うんだけど、うん、なるほど、俺はもうここは圧倒的に超えるなと思ってる、マジでそれはそれで面白いけどね、すごいね、でもね、とはいえさ、うん、井上尚弥選手は今までずっとバンタム級だったわけじゃないですか、うん、バンタム級でね、いくら無双してたとはいえ、うん、やっぱ階級上げるっていうのはそんなに簡単なもんなんですかね、どうなんでしょう、そうで、そこでまあキーになってくるのはやっぱりこのリーチ、うん、この距離っていうところなんですけど、うんうんうん、この距離がとにかくうまいわけなんですよフルトン選手って、うん、で、まあ、この距離っていうのをどうやってこう潰すか、そうだね、うん、で潰せた後どうするかっていうところがすごく重要だと思うんですけど、うん、距離をなくすことに関してはこれは井上選手全然できるなと思うんですよ、うん、へー、で結構難しいところですよね、でもそこってね、まあそうね、だけど、まあ、要はそこをかいくぐればいいわけだから、うんうん、そのパンチが出た瞬間にこう体切って入っていきながらちょっとずつこう距離を詰めるってことは、うんうん、まあ、技術的にはそんなに難しくはない、井上尚弥選手だったら、うんうんうん、だと思うんで、まあ、そこはしっかりかいくぐっていくだろうと、うん、で、この距離を取るってことはどういうことかっていうと、うん、その距離っていうのを維持しなきゃいけないわけですフルトン選手は、うんうんうん、この距離よりも近づくとフルトン選手の攻撃力が落ちるんですよ、なるほどね、
やっぱそんだけリーチがあって戦いたいけど、うん、やっぱ171センチのリーチの選手が171センチで戦いたい距離に入った場合は、うん、179センチの人が逆に不利になるわけです。なるほど。でそうするとどうするかっていうと下がるわけですよね。なるほど。下がってまた距離を維持して、うん、はいはいはい、っていうと、まあ、井上尚弥選手が追うような展開にはなってくるかなと、うんうんうん、なるほど、12ラウンド、うんうん、で追うような展開になってでロープを背負うわけですよ、うん、でそこの、まあ、こうロープワークみたいなのめちゃめちゃうまいから、うん、フルト選手、うん、だからそこで、まあ、クリーンされたりとかロープをうまく利用されながらみんな逃げられちゃうんだけど、うんうん、でそこで井上尚弥選手の俺は強さが出てくるかなと思って、うん、そっからなるほどね。そうでそこで結構良くないのがこう手でバーンと折っちゃうわけですよ、体でグッと折っちゃうと、うん、結局体が流れて、うん、そこで隙ができて、うん、まあ、一発もらうもあるし、うんうんうん、かわされて、うんうん、またサークリングされちゃうとか、はいはい、っていう展開は結構考えられるんですけど、井上尚弥選手って土台とか下半身がしっかりしてたりとか体幹のブレのなさみたいなのがすごくあるから、うんうんうん、そこを全然ブレずにロープに追い詰めたら、うん、こう打てると思うんですよね、ガンガン、うんうん、っていう風に考えていくと、俺なんかスティーブ・フルトンがそこでもうバン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 打たれてるイメージ、ロープとかコーナー際でガンガンガン打たれてるイメージがすごく浮かぶなと思っていて、うん、でもう距離詰められたスティーブ・フルトンがじゃあそこからどうするかってクリンチぐらいしか方法はない、うん、って考えていくと、うん、これ井上尚弥選手全然圧倒するんじゃないかな。なるほどね、うん、じゃあズバリ何ラウンドを何で決めるかっていうのをちょっと宣言していただいて、うん終わらせようとしてる、うん、まだ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 ありますよ、ね、まだあるの、まだあります、ね、長いな、まだバイトの時間なんだけどいやあれなんですよ、でもやっぱ井上尚弥選手とね、はい、このフルトン選手の試合ってもともと5月でしたっけ、そうだね、あもうそうなんだ、うん、そう決まってたんですよ、やる予定だったんですけど、うん、あそうなんだ、そう井上尚弥選手が右拳を怪我してしまってね、はい、そう、その影響で伸びてるんですよ。なるほど、そう伸びて7月に実施されるっていうことなんで、まあ、2ヶ月の、この ね、そう怪我の状態がどうなのかっていうのは、確かに確かに、これ不安要素ありますよ、ね、ある、そう、うん、そこはね、あのボクシングの畠山さんとかも予想なんかこう懸念してるところであって、うん、右拳が万全だったら、みんな井上尚弥が圧倒するだろうみたいなことは言ってたりするわけ、うん、そうだよね、まあ、だから、まあ、拳の怪我とか骨の骨折って、まあ、どれがいいかって言ったら1ヶ月あればまあ普通にくっつく、うんうん、だからまあ1ヶ月は練習できない期間っていうのは結構あったとは思うんですよね、うん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 、だけど井上尚弥選手がじゃあそこでじゃあ全然無理かっていうと俺そんなことないと思っていて、うんうん、井上尚弥選手ってこのシャドウがめちゃめちゃうまくて、うん、強くなった選手なんですよ、うんうん、でシャドウって何かっていうと要は空でこうシュ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 ってやってますよね、あるじゃないですか、うん、で、まあ、結局その拳何がいけないかって衝撃を与えちゃうことがいけないから、うんうん、まあ、多分シャドウとかは、まあ、多分1週間2週間ぐらいしてから多分始めてるっていうふうに考えていくと、うんうん、まあ、別にそのシャドウの期間っていうのが、まあ、しっかり取れてればそっか、まあ、全く問題ないし、うん、でシャドウで何がいいかっていうと、うん、こう体が流れにくくなるんですよ、うんうん、シャドウってこうつなげなきゃいけないから、うん、この体のバランスとか体幹とかパンチが行き過ぎないようにしなきゃいけないとかっていうところを調整する役割がめちゃめちゃあるんで、うん、あ、そうなんだ、で、まあ、あのサンドバッグだとさ、うん、ガチャーンと殴ってってさ、思いっきり体を押したりするんじゃん、はいはいはい、そういうことがシャドウだとできないからこそ、ね、多分そういうバランスみたいなところっていうのも、うんうん、より俺は鍛えられてるんじゃないかなっていう、なるほどね、感じがするんで、そういう意味でフルトンに対してもそのやっぱシャドウでしっかり磨いていったみたいな期間っていうのが、うん、まあ、あったと想定すると、うんうん、さらに俺は逆に有利になってて、なるほどね、なるほどね、そんなことあるんだね右拳怪我した方がいいみたいなのね、よりプラスになるみたいなことあるんだ、ね、そう、まあ、怪我の巧妙じゃないけど、うん、怪我したからこそやっぱ研ぎ澄まされるものとかっていうのはやっぱあるんですよ、うん、なるほどね、そう、でもあれですよね、例えばまだその治ってはいるけど不安要素が残るみたいなことあるじゃないですか、思いっきり打てないとか、うん、実はちょっと痛いとかさ、うん、そういうのとかってあるじゃないですか、うん、そういうのとかも大丈夫ですかね、井上選手はね、直哉はないないですか、うん、そういうレベルじゃないですか、直哉はそんなことを気にしない、あ、そう行くときは行っちゃう、痛いとかアクセル全開、うん、そうだからやっぱりそういうなんつうの、我々が想定してるメンタルじゃないと思った方がいい、なるほど、あ、なるほどね、そう、うん、俺だったらなるじゃん、うん、いやちょっとやめとこうかなみたいな2ヶ月前やったしなみたいな、きっといい、ちょっと7割ぐらいで最初やろうかなとか思う、そう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 、でなんかちょっと当たったら、うん、痛いみたいな、うん、なるなるそんなやついるんだよそんな格闘家いる、うまいいるか、いや我々だった、我々レベルだった、ね、なりがちじゃないですか、なりがちですね、確かに、そう、ちょっと痛みでさ、ね、ちょっとね、連絡してこなかったらもういいかって諦めちゃうもんね、そう、知らねえよもんねじゃないんだマッチングアプリの話ですか、何の話してんの、マッチングアプリもといもとい、はい、もといちょっとね、もといてね、あんまりね、もといあ、頭ってないから、ね、あ、まじいや、もう動画も終盤も終盤ですよはい、はい、っていう感じなんで、うん、俺をあんまりもう懸念材料が
むしろないかなと思って、安心して見れると多分びっくりすると思います。あ、うん、全然スティンビューフロントを井上尚弥圧倒するんだなって、それは楽しみっていう試合になるかな、まあ、KO できるかどうかっていうと、うん、まだ分かんないけど、うん、まあ、それこそ KO 最初になったら、まあ、クリンチして、ね、しのぐみたいな技術もめちゃめちゃあるから、はい、スティンビューフロントが、はいはい、KO できるかっていうと難しいかもしれないけど、うん、まあ、だから判定勝利が一番俺は確率的に高いと思う。そうなんだ、うん、と思ってるん で、うん、でスタミナ的にも井上選手の方が俺は全然あるかなと思うし、そうだよね、うん、この間あれだっけドネア戦の時も、うん、なんかこう順位フルラウンドまで近づけば近づくほどドネア選手の方が有利、うん、井上選手の方が不利みたいなこと言われてましたけど、うん、あれも結局 ね、やり遂げましたからね、うん、結構ね、うん、動きも変わらなかったし、そう、うん、全然だってもうなんかやってやるぜみたいなさ、うん、そしたらなんかバコーンと倒しちゃってさ、うん、でやっぱそういうところもあるんで、うん、これは、まあ、まあきついことは間違いないと思うんですけど、このキャリア的には、うん、だけど、うん、井上尚弥選手が俺は圧倒するんじゃないかなと思ってますね。なるほどね。ぜひ、井上尚弥と天水におののいてください、うん、はい、というわけでここまでご覧いただきありがとうございました。まあ、天水はね、これはもう井上尚弥選手圧倒っていうちょっと未来が見えたんですけど、うんうん、はい、これでも実際どうですか、結構苦戦すると思ってますか。いや、苦戦する可能性はあるんじゃないですか。だってやっぱりね、うん、その体のサイズとか、うん、やっぱりね、上の階級ですからね、ちょっとパワー的な部分だったりとか、うん、やっぱりそのリーチ的な部分だったりとか、通用するのかどうかっていうのがまだちょっとやっぱ不安なところはありますからね。そうだね、うん、もちろん応援してますし、井上選手勝ってほしいんですけど、うん、やっぱそこは大丈夫かなっていう心配はちょっとありますよね、はい、うん。でも4団体統一って波じゃできないんでしょ、うん、これ分かんないけど。いや、そうですよ、そうですよ、うん、絶対そうです、まあ、相当すごいんだよ。いや、相当すごいですよ、相当すごい、うん、だから大丈夫かな。でも相手も 2団体統一ですからね。そうか、そう、でも相当すごいですよ。井上選手がいない世界の2団体だからね。おお、まあ、いいこと言った。いや、でも逆もですよ、逆もしかりですよ、逆もしかりなんですよ、まあ、そうだ、お互い無敗同士なんで、ね、確かに確かに分かんないっちゃ分かんない。いや、でもね、やっぱり世界的に認められてるわけですよ、うん、やっぱり PFA ランキング最1位っていうのって、うんうん、だからその階級でじゃないから、うん、全階級合わせてのやっぱ1位っていうところで考えたら、うん、うん、まあ、それの通りなんですよ。なるほど。井上尚弥がいなかったからこそ、やっぱりスティーブ・フルト選手が今、うん、WBC、WBO を持っていられるっていう、なるほど、ね、ところだと俺は思ってるんで。なるほど、はい、いや、これ楽しみだ、本当に、はい、ぜひ皆様の勝敗数もお聞かせください、はい。でも結局あれですね、なんかね、これ見てる人はどうせ井上尚弥選手が勝つんだから見なくていいと思ってますよねっていう入りなのに、ゴールは結局一緒。結局井上さん選手がもう圧倒的に勝つ。そんな始まりだった、ね、そんな始まりでした、うん、そこだけはちょっと最後に付け加えておきたいなと。なんでも最後にこう最後に人差しをいいだろ別に刺さなくても別に。いや、おかしいこと言ってるなと思って。最後の最後で差し入ったね。うん、まだしょうがないですね。致命傷だったよ、うん、井上さんね、選手勝つのは嬉しいです。嬉しい。いや、でもです、うん、いないから、うん、マジで。でも、うん、井上尚弥選手が圧倒するって言ってる人っていないから、うん、なるほど、ね、あ、本当、あ、じゃあ圧倒と言い切る、言い切ったの天性森川が多分初だと思いますので、うん、多分そういう意味でもこれはかなり重要な動画となると思います、うんうん、なるほど、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして格闘技 TV 天性は、年内、200万人、はい、チャンネル登録者数を目指しておりますので、はい、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと198万人ですので、はい、まあ、もうあと一歩のところまで来てます。もう少しのところまで来てますので、はい、でもう少しのところまで来ればね、うん、あのカウントダウンライブもね、そうですね、あのもう200万人達成するまでもうやめません。何年やんなきゃ、何年生配信しなきゃいけないんだよ。できるかなと思いますので、はい、ぜひそちらも来ていただいて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイテン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。